どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、寝癖直しのテクニックをやっていきます。ドライヤーでもう水濡らしてちょっとやるんですけど、まあ例えば前髪がパッカリ分かれてたりとか、トップがペタンとなってたり、毛先がこう変な方向に跳ねてたりとか、朝起きたらすると思うんですけど、それを簡単にもう一発でまとめたりする方法をやっていきますので、いつも朝皆さん大変やと思うんですけど、ちょっとこの方法でやると一発で絶対治りますので、よかったら参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。まずはスプレーヤーで根元を濡らしていきます。櫛で放射状に溶かしていきます。ドライヤーで乾かしていきます。反対側からも乾かしていきます。最後に真下に乾かします。櫛でしっかりと溶かしたら、分け目が綺麗になくなってます。ボリュームが欲しいところにスプレーヤーで水を濡らしていきます。指でしっかりとなじませます。根元がしっかりと濡れていたら大丈夫です。濡らしたところを取り分けます。立ち上がりが欲しいところを根元を起こすような感じにして、少し中間で髪の毛を折り曲げます。この辺りにドライヤーをかけていきます。しっかりと根元が乾いたら、ゆっくりと外してあげると、こんな風に立ち上がりが出てます。指でなじましていきます。毛先のうねりは巻き髪ウォーターをつけていきます。しっかりと濡れるぐらい、乾いてるところがないぐらいしっかりと濡らしてください。櫛でしっかりと溶かします。ドライヤーを後ろから前に向かって当てていきます。ある程度乾いたら、指で1回転だけさせます。そのままドライヤーをもう一度当てていきます。当て終わったらこのまま数秒だけ時間を置きます。だいたい5秒ぐらいで大丈夫かなと思います。5秒時間を置いて外すと、綺麗に内巻きになってます。こんな感じで仕上がりました。寝癖直しのドライヤーテクニックになります。よかったら参考にしてみてください。